こんにちは、今お昼です。はい、今年初の登壇、孫さんが見れてよかったよかった。ソフトバンクグループの社債と株について今日ね、株主総会があって孫さんのプレゼンがすごいなと思ったんで安心かなとね。そこらについてサクッと簡単に解説していきたいと思います。孫さん、やっぱ役者が段違いだったね。すごく面白かったよ今回の総会。で、期待を超えていきましたね。これそれでさらに進化した新しいというか真の孫さんが爆誕しましたよってね。またパワーアップした感じがしましたね。つらかったんだろうな、大赤字2年連続でさ。次こそはですよ、今度の、ね、年度決算はね、真っ黒にねしてくれりゃいいなっていう、そういう期待を持てるような総会でしたよね。でね、いつものような3段階に分けて解説するようなことはせず、総会の流れに沿ってね、解説を加えていく形にしますね。で、私、2、30年会計士やってましてね、私が勤めてた監査法人の、私の部署が、ソフトバンクの監査をやってた関係もあって、当時からね、研究してるんですよ。私は直接ね、ソフトバンクの監査に関わったわけじゃないんだけど、同僚がやってましたからね。で、今回の孫さんの、このプレゼン聞いてね、もう私に会計士引退して、もう隠居してる、隠居しかも、楽ちんだし、ニアライフを送ってるんだけども、私も頑張るぞって気になったもんね。やっぱ孫さんいいわ。はい、ソフトバンクグループ株式会社43回定時株主総会でございます。見ました、初めからおしまいまで。こんな感じで始まってさ、はい、孫さんが大泣きしたそうですよ。なんか知らんけどね、悲しみとか喜びとかようわからんけど涙がいっぱい出てきたんだって。その訳は何だったのかしらってね、そういう話をね、していきたいと思うんですけれども、まずは事業報告がありましたね。これビデオね、ずらずら流しただけなんですよ。で、新しいもんもないんでさらっと流しますよ。はい、売上高が、増えたけど、でもちっとも利益は出ませんでしたってとこでさ、この約1兆円の損で済んでんだけど、ここにおいてはアリババでね、益を4兆円ぐらい出しているところがあったんで、実力はマイナス5兆円なんですよ。で、最後の切り札を切っちゃって何とかしのいだっていう状況だったわけですけどね。純利益もやばかったね。実は5兆円のマイナスだったところを、アームのね、株式公開まで持つかなと思ってたんだけど、なんとかアリババでね、評価益を出してしのいだのがね、現状。もう切れるカードはないですよ。切り札もうないですよ。で、配当はね、従来通りやりますっていう状況でございます。だから、アームが大成功することを私願ってるんですけども、そうじゃないと私の社債返ってきませんからね。はい、守りの姿勢を継続。これもこれまでの通りの話ですね。これで、当時損益見て、実力はマイナス5兆ですからね。来年っていうかね、この進行年度ね、今年の年度もこんなことやった日にはさ、もう株価は爆下げよ。で、私の社債返ってこないよ。アームの評価がすごく気になってるんですけども、皆さんどう思われます？で、ガンガン金目のものはどんどん売却し、守りを固めてて、手持ちに5兆円の資金を準備してるんですけれども、と。はい、ビジョンファンドね、ソフトバンクビジョンファンドの1はいいんだけど、2が大変ですよってことね。孫さんがこれ手金出してるって言うけど、会社から借りてて大変よって。孫さんのお金を未然にできて出してるから、皆さん安心して同じ船に乗っていくんだぜ、おおって言ってたんだけど、実はソフトバンクグループの会社からの借金だったってことがね、ありましてね。はい。で、その、厳しい状況をね、親会社が厳しい状況なんだけど、それを支えているのがソフトバンクでございます。連結子会社なんですけれども、ソフトバンクの売上が、連結されて、ソフトバンクグループの売上に、ね、なっちゃってるんだけども、大体ソフトバンクグループの売上の9割がソフトバンクの売上なんですよ。で、ここがね、親孝行してるんです。で、ビヨンドキャリアっていうところでさ、PayPay とかね、孫さんが持ってきたわけですよ。それを日本に展開するような感じで、ソフトバンクいい調子なんですけどね。ただね、配当成功が 85% だから、どんどんほら、ソフトバンクがソフトバンクグループにお金を払ってるのよ。持ち株比率が 40% だから、超ウルトラスーパー高配当の4割分がソフトバンクグループの方に上納金として吸い上げられて、だからなんとかやっていけるっていうふうに私見てるんですけどね。
ただね、ビヨンドキャリアの技術的な源はソフトバンクグループのね、その持ってきた技術なんでね、いい形のね戦略ではあるんですけども、さてこれからどうなりますか、今一番やばい状況なわけですけれどもね、はてさてという状況で迎えた株主総会でございます。セグメント利益ってほら、あの通信値下げ、菅値下げでさ、ダメージ食らってるんだけども、こちらもね、なんとかね、あのペイペイの評価益でしのいだっていうような状況なわけですよ。 この年度が一番辛かったんですね。でペイペイは調子いいですよってね、いい感じですよと。で Z ホールディングスについてはリストラしてるんだよね。これ経営の意思決定、統合シナジー迅速化でね、はい、この再編してるよって言うんだけど、要するに会社1,2,3,4,5 でしょ。だから社長は5人もいらんよって話ね。 LINE、ヤフー株式会社に統合することでだいぶリストラが図られるような感じをね、私は受けてるんですけど、さてどうかと。今年のね10月1日に完成予定なんでね、まあ厳しい状況に追い込まれてて、コストカットをね、やってるんだよってことが見て取れますよね。で希望の星はもうアームですね。でほらチップがさね、すごいのよと。過去最高の売り上げですよと。で調整後いいビッタ、いい感じでものすごく伸びてるんだけども、さてこれをナスダックで上場することになってるんですけども、どう評価されるかですね。はい。でアームにほらね期待がかかるんだけども、すでにナスダックの方の上場ね、フォーム F1 をドラフト出してますっていう感じだからね、もうそろそろですよ。AI バブルの流れの中で株式公開が成功してくれればね、いい評価額がねつくんですけどね、規模だよね。総額はね、時価総額どのぐらいなのかってことが一番重要だって。 100% 持ってるからね、孫さんがね、アームの株ね。はい。で財務戦略はこれまで通りですよ。とにかく守りを固めていくんだぜということで、はい、ローントゥーバリューを、ね、この 25% 未満にする、異常時でも 35% 未満にするっていうことで、守りを固めるところの方針をしっかり堅持してるっていうところですね。で手元流動性今5兆円分ぐらいあるから、4年分ぐらいのね社債償還資金はあるはずなんですよ。で、はい、ソフトバンクビジョンファンドや子会社から継続的な配当収入確保。子会社からが大きいよね。ソフトバンク携帯会社からの配当金がガバガバ入るんで、まあ、当面まあ大丈夫っちゃ大丈夫なんですけども、いつまでもこういう状態が続くわけないわけですよ。だって今ソフトバンクグループは開店休業状態で働いてないんだもんね。で守りを重視した財務運営ということなんですけれども、そろそろもうこれやめんじゃないかっていったことについて、今回の株主総会で孫さんが明言されたということでございまして、いい話でしたよ。はい。自己株式の取得ね、結構買いましたよね。 1.1 兆円ってね、質疑応答の中でも出てくるんですけども、折を見てねまたバンバンやるぜってね話をされてましたね。LTV なんと今 11% ですよってねいうことで、手持ちの株式の価値と、その株式を買うにあたって借り入れてきている負債ねの割合を出していまして、なんと 11% に保ってて、過去 最高の安定性を誇ってますよってことですね。でこれからねこの比率が 25% 以内に上がっていく感じがするわけですよ。反転攻勢とか言ってるからね。さてどうかな、うまくいくかな。はい。で手元流動性なんですけども、 5.1 兆持ってるんだけど、2年分で 1.5 兆円だからね、だから4年分ぐらいは余裕である感じなんだけどね。計算の方法がねソフトバンクグループ独自の方法でやってるから、まあ、このぐらい持っててくれないと私実は不安なんですけどね。まあまあいいでしょう。はい。で財務方針を堅持します。守りと攻めの両対応って言ってるけど、守りばっかりやってきたんですよこの3年。ね、そろそろ攻めに転じるんじゃないかって話が今回聞けて面白かったの。サステナビリティもやってるよってね、温室効果ガス排出を実質ゼロにするぜってことで、ほぼほぼ成功してるみたいですね。こんな感じでね、
これ空飛ぶね、アップスの話は今回あんまり詳しく出てこなかった、写真1枚がペロッと出てきただけだったんですけども、これソフトバンクの方で推進してるんですが、空飛ぶ基地局ね、ね、これもまあまあ写真1枚だけど、あの発表されたということは進展してるんだろうね。はい。でウクライナ人道危機への支援でね、スマホや、ね、通話データ無料で、ね、提供してますよってことをされてるんだね。ね。はい。で情報革命で人々を幸せに、ここまでは通り一遍のビデオの話でした。でここからですよ、反転攻勢に出るのじゃーって話をされてましたよ。残り少ない人生でってさ、だからね、こうでもあの道は譲らんみたいな話に最後なるんですけれども、まだまだわしはやるんじゃって話になるんですけども、あの人類の未来について真剣に考えて、でね、このね、この8ヶ月ぐらいで630件ぐらいこの人発明したんだってさ。でもうね、特許事務所を、ね、5つぐらい使ってて、で、あのね、1000件ぐらいはこれひらめきそうな雰囲気なんだって。だからものすごく今この人はもう人生で最高に頭使ってるっていうような、そんな感じでしたね。だってこの人19歳の時にだいたいね250件ぐらい発明したって言ってたんですよ。これ有名な話ですよね。自動翻訳機を作ったんですよ。カリフォルニア大学に留学して帰ってきたタイミングぐらいだったのかな。19歳の時に250件っていうの中の1個に自動翻訳機を作ってシャープに持ってってさ、1億円で買ってもらったんだよね。そっからですよ、ソフトバンクがね、どんどんと大きくなってたのね。で、あのほら、夜中にね、24時間体制でフォローする人がいるんだって。はぁと夜中に起きてこの人ね、発明ノートにね書くんだって。でそれで直ちに特許を取るぜみたいなことをやっていて、24時間体制365日スタッフがいるんだってさ。なんだかね、もうでとにかく楽しくやってますよって話されてましたんで、あ、一安心ですよ。で人類とはなんじゃとさいう話になってですね、これこのまんまね行くと、今知性が一番あるはずの人類が抜かれていくんじゃないかなってね、いう話をされてましたよ。地球上で最も優れた頭脳を持つ動物だったのが、はい、シンギュラリティ確実に来るぜって言ってましたね。ここについて熱く語ってましたよね。ほら、チャット GPT がね、あのほら、で4になってもう想像型になっちゃったよってね。これ孫さん昔からさ、このテーマについて研究されていたそうで、ペッパー君を作ったじゃない。でもあれ AI のレベルが低すぎてさ、全く会話が成立してなかったでしょ。モンキリ型の言葉をね、録音したやつを聞いてるような雰囲気だって面白くなかったわけですね。ただね、もうほらチャット GPT が4になって、もう目と口と耳がね、完全にこう普通の人間になっちゃったらしいんですよ。ほいでこれね、マルチモータルモデルとかおっしゃってましたけれども、そこまで来ましたよってね。で社内コンテストでね、この GPT 使ってどういうビジネスができるんですかっていうね、コンテストやってるらしいんですよ。ほいでなんとこれ、あのね、毎月やってますよってことで、1年間続けるんですって。で10日間で5万件以上の案件が来ちゃって、これね、あの世界記録なんじゃないかってね、おっしゃってましたね。で社長の特権でこのね、上位11案件についてプレゼンを受けて、3番目がねすごく気に入ったんだって。で 社長 の一存でこの3番目の人を1番にしちゃったんだって。これ直ちに今すぐね事業化ができるレベルらしいんですよ。だからね、ほら禁止に走っている企業もある中ですよ、孫さんちは圧倒的に進めてるわけですね。これ何これ、優勝1000万ってさ、年収を超えるんじゃないのって感じですね。で、まあ、こんなような感じですよ。でね、非常にこれはこう、あの期待ができるんですね。だってさ、孫さんのものの考え方に賛同する人がいて、そしてほら、5万2000件だよ、10日間でね。で、俺、で何がすごいってさ、もう計算だった、計算機だったのが、あの記憶媒体になって、でそして検索エンジンで止まってたんだけど、もう今年になってね、やっと推論がバンバン出るようになっちゃった状況で、数ヶ月においていっぺんにポーンと弾みましたよね。これね、でほら、あのこの AI で受験してみたんだって。で4になっちゃった段階でも
もう全て難しい試験を全部もう上位合格しちゃったんですって。でももうこれ時間の問題だって言ってましたね。確かにそうでしょうね。カンニングしてるようなもんだもんね。人間もさ、このチャット GPT を使って受験すればね、それは全員科目で1位になるでしょうけども、どうしても記憶力も限界があるし、一人でこんな全科目に対応できませんもんね。だからカンニングしながらさ、辞書とかなんかその文献を調べながら AI が答えてるような感じになってるからね。だからなんか人間かなうわけないですよね。しかも早いしね、スピードがね。ほいで、ほら、このこうやってね、推論からもう想像抜きになっちゃったわけですよ。これが恐ろしいの。想像マシーンになっちまっちゃったんで、これ、鉄アトムのね、最終回どうなんのかってね、チャット GPT に聞いたんだって。そしたら、その教えてくれてどうなったかって。その続きをちょっとね、書いてみてよって言ったら、書いてくれたんだってさ。さらに鶴の恩返しでも似たようなことをやって、でそれちょっと面白くないからこうしたらとか、孫さんがチャット GPT に言うと、新しいねその考えに基づいてまたその作ってくださるんですって。さらにね、この想像になるともう芸術的なところもできちゃうようになっちゃってて、絵も描けるんだってさ。ああびっくり。闘牛の絵をピカソ風に描いてよって、孫さん夜中に遊んでるんだって、チャット GPT と。そしたらいい絵が出てきたんだって。もうこうなるとさ、人間の想像云々っていうところは超えてくるよねってね、思うよね。で、ほら、推論の話になってきたところの、そのさ、孫さんのお相手をするような人間ってさ、この世にね、そうそういないじゃない？ところチャット GPT が孫さんの一番の今相談相手になってるらしいのよ。で、あれ全人類 H の 1万倍ぐらいになるんじゃないかっていうようなことを孫さんがおっしゃっておりと、これね、直ちにね、来るよっておっしゃってましたね。で、はい、これね、この全知全能の神みたいなことになるんじゃないかっていう話をされてたんですけども、今でももうすでに、アームのチップが乗っかっている電化製品に我々は囲まれているわけですけれども、これからガンガン発達するんですけどね、そのうち自分で進化して自分で増えてくるような感じになることをおっしゃってましたね。具体的なイメージが私まだ想像できないんですけれども、ほら、ロボットを自分で想像、だから工場までも動くようになるのかな、 AI が工場を作ったりとか。いや、まだまだちょっとよく分かりませんけどね、孫さんの頭の中でも見えてるみたいでしたね。で、進化の速度がすごいんじゃと、超人類の誕生じゃっていう感じなんですけども、この AI の中心の中にアームがおるんだから、うちはすごいんじゃってね、そんなお話されてましたよ。いや、私もね、その具体的にもこういう流れにはなるんだろうなと思うんだけど、その具体的にそれ事業に乗っけなきゃいけないわけでしょ。で、そこどうするんだよってところはよく見えません。で、ほら、特許を取って秘密をね、守りながら着々と進めてるような雰囲気なんで、まあ具体的な話はできないんだろうけどね。ただね、自信に満ち満ちてたからね、孫さんね。だから私これいいんじゃないかなと思ってます。で、結局何を目的に人類以上の全知全能の人になってもらうのかなって、 AI さんにっていうことで、不治の病を解決する方法とかさ、災害を未然に防いだりとかする方法とかね、自動運転で事故が起きないような感じで、普通これまで解決できなかったことを AI にお任せすればいいんじゃないかなってね、いうことですよね。で、ほら、事故がない快適な移動運転だよって、ほら、高齢者が免許返上しないじゃない、これでえらい事故を起こしてるからね。で、ちなみに私ね、運転免許持ってないんですよ。だからこれには期待してますよ。私買うもん、自動運転の車ができたらね。頑張って孫さん。ほいで、健康に長く生きられる人生、これはこれでちょっと困っちゃうかな。あんまり長生き私自身はしたくないんですけどね。だってね、迷惑かけちゃうからなっていうところもあり、まあまあそれはいいとして先に行きますと、これ天才で止まることになっちゃうから、これはいいですよね。天気予報がもっと正確になるんでしょうよ。地震の発生とかさ、特にほら私東京に住んでますんで、この辺でうまくねやってくださるようになるといいね。津波もさ、分かるようになるのかなね。あと原子力発電所はどうなのよとかさ、あのね、あのそう、震災があったじゃん、ほら、これね、
まあ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 、はい、まあそんなようなところで AI の進化を加速させることで人類のためになるように AI 使っていきましょうよっていうプレゼンをされたわけですね。で、なんつったってね、これはアームがその中心にいるのだよと。で、アームのチップがバンバン2580億個だからね。で、そうするとね、1兆個ぐらい、4倍ぐらいはいくんじゃないかなってね、この加速的なスピードでね、ビヨーンとね、で1回も前年を下回ったことがないからいくよってね、私もそう思いますよ。で、この爆上げの中ですよ、このほら、孫さんは、アームを使った AI がこんな方にしたらうまく事業化できるよねっていうことをね、なんとこの8ヶ月で630個も発明したっていうところで、大体ね、その全部は大したことないかもしれないけど、その中のうちの数個がもういいのがあるよってね、おっしゃってましてね、感情をうまく持たせるような雰囲気で AI をね、進化させればいいよってことをね、おっしゃってましたけども、そうなるとすごくなるね。はい。で、利益も出したよってね。それで、ほら、コンピューティングプラットフォームって、CPU と GPU もね、どんどん良くなるんだけど、ゲームがうんぬんとかって話じゃないよね。もう超えてるもんな。でもとにかく性能がガンガン上がってますよ、と。ね。で、ほら、ガンガン GPU ね、画像処理の方もボンボン上がってますよ、と。だからね、ほら、フェイクの動画とかもさ、この辺がすごく進んだんで、昔からね、アイコラとかあるじゃん。あれが本当に凄まじい状態になってますもんね、今ね。トランプさんがさ、脱獄するなんか画像が上がってたよね。まあなんだかね、すごいよね。で、ほら、AI 搭載デバイスの普及ということで、とにかく省電力がこれからね、大切になってくるんだけど、ここがアームの強みだったんですよね。で、AI があらゆる産業を変革へ導くんじゃーっていうことでございますけども、もうそれはそうなのっていうことはわかるけどさ、質疑応答でターミネーターになっちゃうんじゃないかってね、話が出ましたんで、後でこれちょっとカバーしますけどね。で、手がね、5兆今溜め込んでるんで、反転攻勢に出るんじゃーっていうことをおっしゃってましたよ。はい。で、ほりゃ。で、情報革命で人々を幸せに。これ、揺るぎないですね、孫さんの信念ね。で、質疑応答が出まして、こちらについて、サクッとね、かなり冗長だったんで、要点をね、要約してお伝えしますとね、まずね、こんなのが出たか。ほら、ソフトバンクビジョンファンドの対面の責任はお前どうしてくれるんじゃと。なんじゃこりゃとおっしゃったら、孫さんすごいね、もう、1兆、2兆がプラマイする、まあ、大黒字、大赤字とかやってんだけど、1兆、2兆、誤差のうち、はははなんて笑い飛ばしてらっしゃいました。なんか凄まじいよね。豆腐を数えるようにお金を数えるんじゃ、1兆、2兆じゃっておっしゃる方だからね。さらに、自社株がやるんですがってね、機械を見てやる気満々ですよね。なんでさ、前の動画で言ったんですけれども、スローマネジメントバイアウトを進行させてますからね、いずれ非上場化を狙ってるんじゃないかと私見てるんですけども、皆さんどう思われます？それから、ウィンワークひどいことになってるけどね、お前どうするんじゃと。全責任は損だよって、私が悪いとおっしゃってました。焚きつけたんだって、もっといけいけって孫さんが。でも人生の最大の汚点だってね、私の人生の汚点だよっておっしゃってましたよ。ただニコニコしながらね。で、ほら、で、新30年ビジョンで時価総額10兆以内に入ってトップ10に入るんじゃーっていう、この話どうなったのってね、いう質問に対して、そんなもん今となってはちっぽけな話じゃ、わははっておっしゃってましたね。これがさ、これ、スティーブ・ジョブズの話をうまく持ってきたね、孫さんね。もうがんになっても、あと5年ぐらいも生きられないなって状態になって、なんか毎月会ってたってこと言ってましたね。iPhone の設計について最後まで考えてらっしゃったんですって。ソフトバンクの方で iPhone 売ってるけど、一体いくらで買ってくれるんだとか、金の話とか一回もやってないんですって。いかにいいものを作るかってことについて、もう死ぬ直前までね、うーんってやってたんですって。そこの域に孫さんがたどり着いちゃったというか、孫さん自身もあれ、肝硬変かなんかで死にかけてたんだよね。その時の意思が今も脈々とこう受け継がれており、ほら、発展途上国の、ね、女の子が空を見上げて、ね、いたんだって、ありがとうって、そういうどこのどれか知らんけども、ありがとうって、そういうことを夢見て
頑張ってきたのよっていう、そういう話をされてましたけどね、昔ね。同じような話がね、後で出てくるんで、ちょっとね、待っててね。で、後継者問題どうするのよと、あんたいつまでやるのよってね、副社長辞めちゃって今不在でしょってね、おっしゃってたんだけど、孫さん、まだまだこれからじゃみたいなこと言ってましたよ。だから、ね、今が一番元気があるかもしれませんね。だって、チャット GPT を相手にね、議論してるんだって。で、これどうよって、うまくいくんじゃないか、そんなの非現実的だよってね、AI に言われて、じゃあこれならこうじゃって言って、言いまかしてやったぜ、わははとか、そんな話されてましたんで、まだまだ元気だね。66だからね、10年ぐらい減っちゃらだよね、もう。はい。で、AI に規制は必要なんですかってね、女の人が女の人されてましたね。ターミネーターみたいな感じになると怖いよってね。で、孫さんは規制は必要だっておっしゃってましたよ。一言で言うと、悪人が AI を悪用した場合が大変なことになるねってね。もう少なからずいらっしゃいますからね、悪い人はね。で、その時どうなるのよっていうことで、そうならないための規制が必要なんじゃないかってね、そんな話をされてましたね。で、ほら、悪い人たちが、ほら、これ、ここから私の意見なんですけども、ほら、悪用して AI をね、使うというと、今度は正義の人たちがさらに AI を使って戦うような感じで、正義の AI と悪の AI の戦いになるような感じがするわけですよ。そして、正義の AI が、AI 自身、AI の規制を上手に考えていくような、そんな未来になるんじゃないかなとちょっと思ってますけどね。皆さんどう思われます？悪魔と天使の戦いみたいなところが漫画であるじゃん。ね、そんなような感じのね、展開になるんじゃないかなとね。まさにほら、漫画の世界だよね。アニメの世界だよね。エウレカセブンって皆さん知ってる？後でちょっと出てくるけどね。はい。ほら、ね、古くなったビデオなんですけれども、何ら変わってないよね。だから最後にこれをね、ちょっと見てよって形で締めくくられて、これ感動ですね。はい。人間にはと、ほら、例のあれね、悲しみを泳げる知恵があるよと。太古の時代から人は、宗教や哲学や芸術の力で、だけど今はね、私たちは悲しさあるのよと。悲しみの新しい柔らか方をってさ、そして喜びの膨らませ方をって、何度見てもいいよね、これね。インフォメーションレボリューションだけど、これがさ、これ今 AI 革命になっちゃって、バブル進行中なんですけどね、ただのバブルじゃないと思うんだよね。その実用化が一気にその表面化したって感じでね、今株価がボーンと上がってるんだけども、これ本物ですよね、多分ね。一人の思いはみんなの思いとなります。みんなの声が遠く離れた気持ちはと、人と物をね、次々に結びつけていくのだと。あなたのに暗い夜が訪れてもと、あ、これなんだろうな、女の子がね、泣いてるんだって、発展途上国の人とかね。で、誰かに感謝するんだってさ、反対側にいる誰かが、孫さんがと、ね、反対側にいる誰かのためにね、役に立って、女の子は誰か知らんけど、ありがとうって感謝されてる、そういうのがいいなって。これ、孫さんが死にかけた時に、大泣きに泣いて、俺はこれで終わるのかって時に、そういうビジョンが浮かんだそうですよ。その絵がそのまんま現在に至ってるわけですね。で、孫さん悪く言う人いっぱいいるけどね、私は好きだな。朝の光を届けてくれる、そういう人に孫さんはなりたいのだと。北で生まれたひらめきはと、南で生まれた希望を救うのじゃ。東で生まれた技術は、西で生まれた諦めを希望へと変えるのじゃと。人と物の思いはいつでもどこでも引き合っていくのだろうって。運命の出会いつくくつも生まれ、一人一人が一人じゃないのだと知る。情報テクノロジーは出会いを生み出して。AI がさらにこれをね、どういう風に進めていくのかしらってとこだよね。で、人間を自由にする力だというところで、神にも悪魔にもなれるのが AI だよっていうような雰囲気だよね。はい、なんかマジンガー Z の歌にあったね。なんかね、国境も年齢も人種も言語もね、超えていくのだよってね、時空も時間も超えていくのだよ、私たちは信じているのだ。この力が富士の病をなくして、教育から退屈をなくして、この世から戦争をなくすのだろうってね、これが重要だよね。支援がさ、限られてるから戦争が起こるんだって、取り合いだよって話があるじゃない。松下幸之助がさ、
窃盗があったりとかするのは物がないからだと。水を盗むやつはいないよねってさ、喉が渇いています、水を一杯恵んでくださいって言ったらみんな恵んでくれるよね、それはね水が豊富だからだよと、ちょっと偉そうだけどちょっと言わしてね。で、じゃあね、世の中を電化製品で溢れ返らしてやろう、そしたらもう電化製品を盗むやつはいないじゃない、湯水のごとく電化製品が世に溢れるの、そんな会社を私は作るのだ、おおと言ってみんながねおおとなったんだよね。はい、でどこまでも進化するテクノロジーといつまでも変化しない愛と、その2つが今ここに揃っているのだからと、情報革命で人々を幸せにと、 AI の方で、根源的なさ、この我々の世界の生産力がブーンと上がるようになれば実現するんじゃないかなっていうところを孫さんがね、気づいたんっていうか実際にやれるって確信したんだろうね。孫さん大泣きそのわけやってさ、エウレカに感動したんでしょうよ。皆さんエウレカって知ってる？エウレカ7ってアニメがあるんですけども、であれでね、エウレカって何なのかしらって調べたの、そしたらそういうことだったのかってよかったの。まあまあまあ先に行きますね。はい、アーム上場でね、前回の動画でさ、1兆か7兆かどうだよ、私7兆じゃなきゃやだなって言ってたんだけど、そんなもん興味のない教師に達したみたいですね、この数ヶ月でね。チャット GPT が本格化してね、ほらもう数ヶ月で1億人のユーザーになっちゃったってところで、孫さん発明に磨きがかかったわけでしょう。いかに感情を AI に持たせるかっていうところを集中してこう特許出してるんだってさ。だからお金なんでもどうでもないよって。で5兆円のね軍資金今手元にあるからね、反転攻勢に出るんだってことなんだけど、いい形でさ AI に感情を持たせて正義の AI を作ってくださいよ、そしたらいい感じになるんじゃないの。そっから先は私には分かりません。はい、エブレカ孫さんですよ、もうね、社債も株も大丈夫なんじゃないかっていう、そういう気分にさせてくれるとても良い株主総会でした。ありがとう孫さん、あ、聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。